はい、皆様ごきげんよう、ゆりっぺです。はい、ということで今回はこちらがお家に届きました。ジェイネー、ジェイネー、ジェイネー。ということでこの緑を見て分かる方は分かるかと思います。でででで、レーザーゲーミングキーボードでございます。素晴らしい。実はですね、ツイッターのキャンペーンに私応募したところ、なんと DM が来て、なんと送られてきました。なのでこちらを早速開封していきたいと思います。ヘッドホンがレイザーの猫耳のヘッドホンを使っているので、なんかね、揃えるんだったらレイザーがいいなと思ったんですけど、まさかね、レイザー製品が当たるなんて夢にも思っていませんでした。なんか VTuber 的にはやっぱね、あのね、もうロジクールさんが良いと思うんですけど、まあ、かっこいいんだよね、レイザーね。すごい、すごい、え、めっちゃすごいね。どうしようかな。あ、これはまずあれだ、この肘置き、この肘置きみたいなやつですね。すごい、これついてるやつだ。いいね、イエー、かっちょいい。今使ってるキーボードとはあの、なんとかの差ですよ。なんとかの差。これはですね、ちなみに型っていうのモデルは、オレネタレーザーオランヌタチョローマーっていうやつです。読み方がわからないのでテロップで出しておきます。待って待って、これをね、早速セッティングしていきたいと思います。こちらがですね、前使ってたものでございます。これは前に使ってたやつ。そしてレイザーのものが、パーパーパー、かわいい、ピンクだ。今ちょうどピンクに光ってる。これ超かわいい、すごい光ってる、いいね。で、なんかね、ちゃんとセッティングっていうか、挿したらゲーミングソフトウェア、このソフトウェアが自動でインストールされました。素晴らしい。ということでこんな感じでセッティングしてみたわけなんですけど、なんかね、レイザーのやつはどうやら知らなかったんですけど、この色とかを自動で選べるかな。キーボードのゲーミングモード、ゲーム内でなんかいろいろ設定があるみたいです。うわー、すごい、このね、なんかスターライトとかね、ウェーブとか言ってた、やばいやばい、激しい。エレクトリカルパレードしてる。言えない、エレクトリカルパレードがすごい。ファンタスティック、ファンタスティック。エレクトリカルパレード楽しいな。何がいいんだろうね、これ。おすすめ教えてください。とりあえずこれピンクにしてみた。ヘッドセットはピンクなので、これね、ピンクにしてみました。色に合わせてみた。で、個人的にめっちゃいいなって思ったのはこれ、まあ、生地とか私結構書くことが多いんですけど、打ちやすい。やっぱゲームこうやってさ、やるだけあってすごい打ちやすいなって思いました。あとね、音がいい。これ見て、このエンター優しいの。でもエンターの音が優しいのよ。シフトは結構激しいの、でもエンターはね、優しいのいやー、これは良いものだ。やっぱね、光るキーボードってね、かっこいいね。これさがやばい。はい、で今一瞬ちょっとね、使ってみた感想としては、結構このパッドっていうんですかね、手置き、手の置くやつ、手の置くやつがあることによって文字を打ってる時にすごくね、楽です。すごいね、これがここに置いていいっていうこの安心感がマジでやばい。で、やっぱね、あの音がね、心地がいい気がします。なんかこういう、もしかしてゲーミングキーボードの音とかってフェチいるんじゃないかって思うぐらいに、
なんかね、この音がね、結構ね、安心感がある音がする。良い。なんか、仕事してるって感じ。で、なんかね、この音がね、個人的に良いなと思いました。で、ゲームとかに関しては、結構ね、沈むっていうか、なんていうんだろうな、押してる感があります。なんか、ほら、なんか文字打つときは、パパパって打つんですけど、なんかゲームやってるときは、まあ、基本のキーなので、なんかしっかりと押してやってるなっていう感じがして、ちょっとねここは私が今後慣れていくところではあるのかなと思うんですけど、なんかすごくやりやすいのでいいなと思いました。はい、ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。今回はレイザーのゲーミングキーボードが届いたよっていう感じの開封動画でございました。なんかね、この色合いの設定とかもろもろおすすめ等ございましたら、ぜひ教えてくださると嬉しいです。コメント欄の方にお願いします。ではでは、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。ゆりっぺでした。バイバイ。